すみません、チューリップリンセスです。さっきあのね、歌を歌って、あのこちらを撮り始めたところであの、宅配サービスが来たのであの、出ました。ちょっと中断したんですけれども、続きをいきたいと思います。ミュージックビデオの話してたんだけど、もうちょっとわかんなくなっちゃいましたね。まあ、とにかくいろいろ私が好きな曲をつけてやっていまして、最近ね、イントロから入れています。今までね、1分半、1分半。 なかなかちょっとそのすごい使う部分をね考えてたんですけれどもでイントロから入れちゃうとあのちょっといいところで切れたりしてたのでねあの入れられなかったんですけどもやっぱりねイントロから聞くといいなって思ったんですねやっぱイントロですごいこうサルーキーイントロもいいんですね気持ちが盛り上がるっていうかねなのでね最近結構ねイントロから まあねいろいろ皆さんも今まであのたくさんいろいろ聞いてるから他の部分も聞いたりしてるからいいかなと思ってイントロも聞いてほしくってあのイントロ率が高くなっています <laughs> ねあのゴリゴリの愛と平和と愛と自由と平和への旅かな <laughs> あれもなんかね面白いでかっこいいですよね私もあれ聞くとねなんか ちょっと血が騒ぐ感じがあるんですよね。<laughs> なので、ちょっとエレガントロックっていうかね、すごいまたミスマッチかもしれないんですけどね。あれもね、なんかね、ボルテージがなんか自分の中であ上がるので入れてみました。ね、あと復活進行もね、もうすごいやっぱ最高ですね。いいですね。ね、かといってね、こうシャロームみたいなね、あのー、すごいかわいい曲もあってね、シャロームもね、いいですよね。はい。では私の今日の美粛場 ご飯参りましょうじゃーんこちらね昨日作った具だくさんのお味噌汁ですね。これもね、あのもういっぱいお鍋いっぱい作っちゃったのでね、これお豆腐も入ってるし、キャベツ、人参わかめ、ね、いろいろ玉ねぎも入ってるかな。もう最高ですね。とりあえずこれだけでも食べとけばいいです。なので昨日もね、あのか昨日ビーフシチュー私食べたんですね。あの大が やってるレストランのビーフシチューを食べてね美味しかったですねあの脂火のところを剥がしながら食べたんですけれども <laughs> なのでね夜はもう味噌汁だけにしました私はもう夜っていうか、まあ、そのビーフシチュー自体もなんか夜か昼か分かんない時間に食べてるのでなのであのもう夜食としてこの味噌汁いただきましたでえっとこちらを今日もねもちろんいただいて これが小梅ですす。ね。大地の小梅もいただきますそして、えー、とこちらねあのご飯がなかったんですねもうほんとまにもご飯切れててね金目メのパックも1個もなかったんですねで一瞬泣きそうになりましたねでも今から麺をゆでるもう時間も気力もなくてねもう今からゆでるのもと思ってあのご飯の代わりにねあの冷ややっこにしました。 もうやれるようにやろうと思ってね、なんとでもなります。なので、あのこちらの大地の,あの、なんかね、ミニ、ミニの木綿豆腐っていうのがあって、あの1丁をあの半丁ずつにした2つくっついてるパックがあるんですねその。なのでね、その2分の1を取り出して、それをさらに2分の1にしたサイズはこれですね。これに、えっと、オイシックスの 個包装の鰹節をかけて生姜も何もなかったので、もう鰹節だけですね。こちらにえっと海の生の旨、しぶり醤油をかけて、もうこれをね。あのご飯代用します。ご飯の代わりに冷や奴です。で、こちらはえっと第一宅配の平飼い卵の温泉卵。もうこれも困った時に助かりますね。一品になるし、あの卵はもう本当にほとんど全部の栄養が取れるので。 確かに回し、これに大地の万能つゆをかけていただきます。で、こちらももうね。昨日の夜にえっと冷蔵庫に移して解凍させてた。第1宅配のえっとね。小味の南蛮漬けですね。これをあの全部で。 9匹入ってたかなもう5匹おうちにあげようかなと思うんですけどとりあえず私4匹取り出して <laughs> これをねあのもう出すだけなのでねいただきたいなと思いますなので今日は本当にねご飯がない感じになっちゃったんですけどねショックだったけどねご飯と食べたかったからでもまあいいかなってこうやって見てみるとねヘルシーで昨のビーフシチュー食べちゃったしまあいいんじゃないかなと思いますこれくらいでねもうやれるようにやりましょう <laughs> もうシンクもなんかもう今ひっくり返っちゃっててねあの王子が昨日一生懸命ミュージック動画であの音楽をつけてくれたのでねあの王子がたいその洗い物してくれてるんですけれどもちょっといろいろ間に合ってなくてね使えるフライパンも1個もなかったんですね。<laughs> なのでもう私も昨日おと日いと創作メニューとかねすごい頑張って。 くたくたになっちゃってましたけど、もう今日はね。シンクももうひっくり返ってるし、あのフライパンももう使えるのが今ないし、シンクにあってもないし、洗う,洗うのが間に合ってないしでね。なので、もうこんな風に楽させてもらいました。ま今日は私のお料理ほとんどしてないですね。もうこれも昨日作ったお味噌汁だし、これも冷ややっこだし。あともう温泉卵と小味の南蛮漬けは出しただけ。です でもね、それでもね、ね。ももう大丈夫なんでです、ね、<laughs> それでもその栄養素的にはすごい理想的なんですね。もうお豆腐はあるわ、お野菜はたっぷりだわ、梅干しもあるしね、あのお魚もあるし、卵もあるしであの手抜きだろうが何だろうがあのバランスがちゃんと取れてるし、内容もいいお食事です。なので何の問題もございません。 なのでねこの「美縮場チャンネル」はね本当に私の気の向くままにあのやらせていただいているのでもう毎日完璧なお料理を作って披露する番組ではございませんもう本当にリアルな生活にのっとってあのやっています。 なので,、まあ、でもあのちゃんとアンチエイジングとかアトピー改善とか栄養素のバランスは考えて組み合わせています。なので手抜きの日もあれば頑張って私が作ったり創作料理を披露したりすることもあっていろいろなんですけれどももうこのリアルなね私の あの食生活を披露しているので、まあ、それはそれでね楽しんでいただければなと思うしこのご飯のコーナーもね根、ね、強い人気で <laughs> すごい好きって言ってくれるあのファンの方がいてねほんとそれがうれしくってねあの逆にこの感じがいいっていうふうにこのリアルな取り繕ってない感じがいいっていうふうに言っていただいたのでもう自信を持って披露しています。では今日の私の美食場ご飯でした。 では今日も明るく楽しくうるわしくやれるようにやりましょう。美 <laughs> 粛女で参りましょう。やれるようにやる美粛女で参りましょう。<laughs> それでは皆様も <laughs> ハバーナイスでーチューリップリンセスでした。バイバイ。